ブロック企画。ということで今回使うのはラッキーブロックビデオゲーミング、ゲーム実況者用ラッキーブロックです。そんなラッキーブロックがあったのか。今回なんですけど、まず最初に、運気プラス100のラッキーブロックを壊して、装備やアイテムを補充した後に、今度は運気マイナスのラッキーブロックを壊してもらいます。おそらく数多くのマイナスギミックが主さんを襲うと思うので、運気プラスで出てきたアイテムを駆使して、ギミックを乗り越えたらクリアです。ちなみに運気マイナスのラッキーブロックもこれぐらいの数です。要するに、プラス運気のラッキーブロックを25個ぐらい壊して準備を整えた後、マイナス運気のラッキーブロック25個に挑むってことか。そういうことですね。あ、ちょっと待ってペル君、今回ハードコアなの？ハードコアということは、どういうことかわかりますね。一回でもヤバいギミック来たら終わりじゃないのそれ。まずは運気プラスのラッキーブロックからです。とにかく最強アイテム出てこい。お、いきなりエンチャントされてるダイヤの剣だ。はい、いきなり最強性能ありがとうございます。見た目はダイヤ剣ですけど性能はダイヤ剣どころじゃないですね。攻撃力は3700あるようです。二つ目は謎のポーションだな。運気プラスのラッキーブロックから出てきているので、プラスのエフェクトがつくとは思いますけどね。さあ次はなんだ？魔女の杖みたいなのが出てきたけど、これは魔女になれというメッセージか。随分でかい杖だな。こういう巨大化したアイテムの性能はヤバい傾向にあるからな。赤い弾を飛ばす攻撃のようです。威力はいまいちわからないですけどね。多分強い。おっ、このラッキーブロックゲーミングにも井戸にコイン入れるギミックあるんだな。ほわー。しかし落ちてきたのは人参ですね。でもよく見てみるといつもの人参と見た目違くない？今右手に持ってる人参エンチャントかかってるし。OP キャロットって書いてありますね。マイクラでの OP は、大体ヤバいことを表していますよね。つまりこの人参もヤバいということか？特にマスターセブン、この人参を味見してみます。イエーイ、なんだこの人参っていうかもはや私が知ってる人参の性能じゃねえ。エンチャント金リンゴを遥かに超えた食べ物ですね。またヤバそうな防具出てきたな。名前表示されてるアイテムもヤバい傾向にあるからな。さあ今回もエンチャントモリモリ防具を引きました主さん。名前はですね、本当にラッキーなレギンスのようです。やっぱり最初に出てくるのはレギンスなんだな。ということで、どうもアゲパンセブンです。見たことない弓が出てきたな。サイズ感に注意ですよ。え、弓もいつもとサイズ違うの？でかすぎ。何ですか？今回のラッキーブロックは、巨人でも使えるようなアイテムを出せるようにしているんですか？巨人のゲーム実況者なんて聞いたことないですけど。巨大アイテムがむしろ強いので存分に使っていってくださいね。次はエンチャントセットか。本棚もフルレベルでエンチャントできる量があるのありがたいね。またエンチャントされてるアイテム出てきたぞ。カオスヘルメットだってよペル君、こんなの装着するしかないでしょ。カオスなこと起きてないですか？大丈夫ですか？しっかりなんか起きてますね。とりあえずカオスヘルメットを装着すると周りに火花が散るようになります。こういうことが発生する防具はですね、チート防具ですね。もはやラッキーブロックあるある大会になっています。え、今度は豆か？見た目はカカオ豆だけど、なんかヤバい性能を持っていないですね。普通のカカオ豆ですね。普通のカカオ豆も出てくるんだな。ビーストモードになるってどういうことなんだろうね。あっ、この演出はヤバいの出てきたわ。イエーイ、廃棄の下持つだけでチート状態になるとんでも防具です。皆さんご覧ください、このエンチャントレベル100のようです。これはよっぽどのモンスターが出てこない限りハードコアでもやられないぜ。え、なになになに、今度はバリアブロックですか？いやー、なんも見えんやんけ。これがカオスというものですね。防具を着て火花が散るということは以前にもあったけど、バリアブロックのアイコンが出てくるのは前代未聞すぎる。っていうか何にも見えんのよ。ということであのチェストプレートは外しました。装着したままだと何にも見えなかったですからね。防御力に全振りした結果視界を失う羽目になっていたので、おし、どんどん壊していこうか。今のところかなり私チート能力に恵まれてるけど、いい斧来ました。この斧で木を伐採するとスライムのごとく伐採できます。まあ当然のことか。主さん感覚バグ感覚バグ。ダイヤのヘルメットか。このラッキーブロックではダイヤ装備はもはや外れの部類ですかね。そりゃダイヤ装備装着しても火花散ったりしないからな。比較対象がおかしいんですよね。お、また新アイテムだ。今回新アイテムたくさんあるな。ちょっと待て、この右手にあるサイズ感でかい。なんで今回の新アイテムはこぞってでかくしたがるんだ。まあ単純に考えれば理由は一つ、見栄えですよね。めっちゃメタのメタですペル君。それはそんで食べれるんかいな。ちょっ、本当に今回新アイテム多いな。むしろ普通のアイテムの方が珍しい。そして今度はバズーカのようですよ主さん。武器の種類が豊富ですね。さっきの魔法の杖と同じで、弓みたいに溜めて弾を放つって感じだな。バズーカだけど、着弾して爆発とかはしないんだな。バズーカってこんな連射できるもんだっけ？
またヤバそうな防具来ましたね。さっきこれと同じ演出で出てきた防具を着たら、視界がカオスになったけど、今回は大丈夫でしょうか。嫌な予感しかしないけど。こっちのレギンスの方が追加効果は多そうですね。今のところ周囲がバリアブロックアイコンだらけになるっていう、カオスな状況にはなってないな。これは視界を犠牲にする必要はなかったですね。ということでただのチート防具でした。その矢先また出てきました。ヤバそうなバズーカ来たわこれ。説明文長い時点で最強武器確定だよな。っていうか下の紫の文なんて書いてあるんだ。まあ簡単に言うと、最強でヤバいと書いてありますね。わかりやすい説明ありがとうございます、ペル君。威力がチートってことかな？うわぁ。とりあえず遠距離武器は問題なさそうだな。また違うバズーカ出てきました。バズーカ三重視です。誰か使い分け方を教えてください。左のやつだけ使えばいいと思います。やっぱ一番左だけおかしいよな。次はなんか凄そうな剣とか出てきてほしいんだけど。出てきたのは弓でした。はい、もうサイズ感に嫌な予感。その予感は的中します。主さん、もはや今回の企画ではこっちのサイズが一般的だな。っていうかかっこいいなこの弓。矢を持っていなくとも放つことができますね。まな板の弓に通ずるものがありますね。さあこの防具にはカオス性能があるのでしょうか。あ、主さんこれは。レギンスでも引いてしまいました。めっちゃストレートな名前の剣引いたんだけど。チーターソードという名前みたいですね。主さんにぴったりじゃないですか。今までと違う間抜けな音で出てきたな。これって俗に言う大外れ枠と全然違うやん。もはや大当たり枠ですね。細長いですね。出てきたのはエメラルドか。外れだな。さあいよいよあと5個になりました。なんかすんごいのください。でも出てくる大半はすごいっていうかやばいやつか。ノンストレスですなを回収できるシャベルを取りました。これは外れですね。さあまたエドニコインギミックです。スイカ。でも主さんよく見てください。人参みたいにちょっと見た目が違いますよ。おっこれは期待できるぞ。どんな追加効果があるんだ見せてみろ。攻撃力上昇がつきましたね。そして早食いできますね。早食いできるのは素晴らしいな。人参は耐久力アップで、スイカは攻撃力アップか。どっちも食べれば最強になれるじゃん。うっわ最後の最後で凄そうなの来たな。こういうのを待ってたんだよ。見た目かっこよすぎんか。今までで一番かっこよくね。セブンガチ勢の皆さんどう。この見た目トップじゃないか。しかもこの斧のすごいところは、ドロップ増加といった剣のエンチャントを持っているのに加えて、効率強化やシルクタッチなどのツール系のエンチャントを持っているので、武器でもツールでも使えるんですよ。そして最後にまた周りにエフェクトを追加するブーツを引きました。もう私が放っているオーラがすごいです。ちなみに今回引いた防具で最大限オーラを出そうとすると、こうなります。これはかつてないほどのカオス具合です。ダサい。ということでここから運気マイナスのラッキーブロックになります。この中のラッキーブロックをすべて壊して生き残れたら、今回の企画クリアということになります。出てきたアイテムがヤバすぎた分、マイナス面でもヤバそうな雰囲気があるけどどうかな。さあ主さん、無事生き残ることを祈っていますよ。耐久力大幅アップの最強人参を食べて、よし、いっか。さあまず一つ目はどうだ。一つ目は大量のエンドラの卵。これが全部孵化したらとんでもないことになりそうですね。絶対に孵化しないでください。さあ次のラッキーブロックはどうだ？大量のラッキーブロックゲーミングが設置されました。それを壊したら骨が出てきました。やっぱりただの骨ではなかったです。待て、逃げ場ないじゃんこれ。あっ着火されてないのかよかった。おっちゃいアントだ。これは普通のラッキーブロックでも出てくるよね。もしかしたら魔改造されているかもしれないですよ。このカオスアックスでワンパンできるかな。やっぱ最強の武器だわこれ。おっここで追加の武器をゲットだ。しかもめっちゃ強そう。いやでもこの剣もまたすごいサイズ感なんだろうな。いや普通の巨大サイズか。しゃー、井戸のバリエーション結構多いよな。あっやばいわこれ。じゃあ終わったかこれ。セーフ。装着している防具がチート性能なのを忘れてたわ。TNT の爆発ごときでは死なないよね。死ぬどころかダメージすら受けてませんでしたもん。おし、続きやるか。お、強そうな敵来たな。絶対魔改造されてるから容赦はしないぞ。意外と簡単に倒せちゃった。っていうかこのバズーカが絶対とんでもない威力なんだろうな。血がたくさん出てきたな。確かにハズレはハズレなんだろうけど、当たりと比べるとハズレのヤバさが、意外とそうでもない感じ。まあゲーム実況者用のラッキーブロックですから、何かとんでもないギミックがあるのかもしれないですよ。
あなたが死ぬ3秒前。は？ちょっと待て、いきなりなんだよ、これどういうことだ。チートボールなんとかしてくれ。